姫、こんなところに呼び出してごめん。ううん、いいよ。監獄島ってこんなに近くで見たことなかったから、ちょっと新鮮な気分で楽しいし。それでお話って何？教室じゃ話せないこと？はい、姫に伝えなければならないことがあります。どうか落ち着いて聞いてください。僕はゆえあって男として暮らしていましたが、実は男ではないのです。え？驚くのも無理はないでしょう。しかしこれは現実なんです。受け止めてください。僕のこの肉体は劣気とした女、腐女子、ウーマン、染色体ダブル X なのです。知ってたよ。むしろみんな気づいてるんじゃないかな。ああ、ジャックさんは気づいてないと思うけど。みんな。そっか、みんな気づいてたのか。なんかショック与えちゃったかな。ごめんね。いや、いいんだ。僕の男としての演技が下手なだけだったんだから。あ、でもね、私はおつーちゃんのこと凛々しくてかっこいいと思ってたよ。え？いつも私に王子様みたいに接してくれるでしょ。本当のお姫様になったみたいで嬉しかったんだ。でも、もしかしておつーちゃんにとってはストレスだったのかな。え、どうしてそんな。だって女の子なのに男の子として暮らすなんて大変でしょ。もうやめたいと思ったから打ち明けたのかなって。違う。僕のこの思いを伝えるなら男と偽ったままじゃいけないと思ったんだ。姫、ずっとあなたのことが好きでした。おつーちゃん。初めて会った時から一目惚れでした。まるで離れ離れだった恋人と再会したかのように胸が高鳴って、友人として共に過ごすうちにこの思いはもっと強くなっていきました。僕はずっとあなたに恋をしています。女同士なんておかしいかもしれないけど、僕と付き合ってくれませんか？はい。いいの？僕は男じゃないのに。いいの。だって私もおつーちゃんのこと好きなんだもん。おつーちゃんが本当に男の子だったらよかったのにって思ってたけど、好きなら女の子同士でもよかったんだね。私だけの王子様になって。おつーちゃん、喜んで。僕だけのお姫様。姫、本日の水族館デートのエスコートはお任せを。ありがとう、期待してるね。あー、綺麗な魚がいっぱい。ずっと見ていたくなっちゃうね。そうですね、僕も姫の笑顔が見られてよかった。で、おつーちゃん、さっきから魚よりも私のことばっかり見てるでしょ。せっかく水族館に来たんだから、ちゃんと魚も見なきゃもったいないよ。ほら見て、あの魚すごく大きいね。本当だ、あれだけ大きいと食べ応えがありそうですね。お刺身が何十人前も作れそう。姫のご所望とあらば、あの魚の10匹20匹釣ってみせましょう。頼もしいね。無人島に行ったとしてもおつーちゃんと一緒なら心配なさそうだな。任せてください。姫、見てください、あそこ泳いでる魚も美味しそうですね。
あれは焼くかムニエルにでもしましょうか。おつーちゃんってば食べることばっかりなんだから。あ、でもあの魚毒があるんだって。え、水槽の前にあの魚の説明書きがあるよ。毒のある魚じゃ食べられないね。そうですね。いやー、僕としたことが説明を読み損ねるなんて。おつーちゃん、こっちの水槽もすごいよ。大きいサメが泳いでる。迫力満点だね。だけど、もしも海であんなサメに出くわしちゃったらって思うと怖いな。心配には及びません。姫には指一本、いえ、ヒレ一枚たりとも振りさせはしませんとも。凶暴なサメからであろうと、姫のことはこの僕がお守りしましょう。おつーちゃんってば。でもこのサメはおとなしいサメなんだって。え、海で会っちゃったら怖いけど、人が襲われることはないみたいだから大丈夫だよ。あ、でもおつーちゃんが守ってくれるって言ったのは嬉しかったよ。ありがとう。あ、はい。あのね、おつーちゃん、私今すごく楽しいよ。姫、こうしておつーちゃんと一緒にデートに来られて、心がずっとウキウキしちゃってるの。だからね、頑張ってかっこいいところを見せようとしてくれなくてもいいよ。最初からバレてたってこと？おつーちゃんのことならなんとなくわかっちゃうの。頑張って私を楽しませようとしてくれてたでしょ。でも私はおつーちゃんと一緒にいるだけで楽しいし幸せなんだよ。それにね、私の王子様は普段通りで十分かっこいいんだから。光栄です、姫。はあ、それにしても姫には全てお見通しだったというわけか。僕も無駄なことをしたな。え、そんなことないよ。私のために一生懸命なおつーちゃんが見れて私は嬉しかったけどな。姫が喜んでくれるのは何よりだけど、ちょっと複雑だな。せっかくかっこよくエスコートしたかったのに。おつーちゃんは普通にしててもかっこいいんだから、今日は自然体で一緒に楽しめばいいよね。本当にかっこいいと思う？うん、かっこいいよ。そっか。わかった。今日は一緒に目いっぱい楽しもう。エスコートはまた次の機会にね。はあ、いっぱい遊んだな。今日は楽しかったね。うん、満喫したね。イルカショーも見たし、水族館限定スイーツも食べたし、あと綺麗なイルミネーションのクラゲ水槽も良かったな。すごくロマンチックな雰囲気だったよね。あの水族館が人気のデートスポットになるわけだね。あ、また一緒に行こうね、おつーちゃん。おつーちゃん？姫は本当に僕でよかったの？え？今日はたくさんの人たちがデートに来てたけど、みんな男女のカップルで、女同士なんて僕たちだけだった。僕たちは、きっと旗から見れば女友達同士に見えていたよね。なんか、急に情けなく思えてきちゃって。僕はどんなに王子様になりたいと思っても、本物にはなれない。姫はそんな僕でもいいのかなって。何言ってるの？姫、おつーちゃんは私にとって本物の王子様だし、私はおつーちゃんがいいの。でも僕は
女だよ。そんなの知ってる。でも女の子同士じゃいけないなんてそんな決まりはないでしょ。私が選んだおつーちゃんを悪く言ったらいくらおつーちゃんでも許さないんだからね。はい。あのね、私はどんなおつーちゃんも好きなの。王子様みたいなかっこいいおつーちゃんも可愛いおつーちゃんも、学校でジャックさんやアリスさんと喋ってる時もおつーちゃんってばしょっちゅう私を気にしてたでしょ。ちょっと不器用だけど頑張ってアピールしようとしてたよね。なんか可愛いなって思ってたの。うわぁ、そこまでバレちゃってたのか。恥ずかしい。恥ずかしがらなくてもいいでしょ。私はそういうおつーちゃんが好きだよって話なんだから。私ね、ふと思うの。この幸せな世界で私たちがこうして一緒にいられるのって奇跡なんじゃないかって。奇跡か。運命によってはもしかしたら出会えなかったかもしれない。離れ離れになってしまっていたかもしれない。そう思うとちょっと不安になるの。きっと今が幸せすぎるからだね。僕はこの手を離さない。どんな運命が襲ってきたとしても僕は姫の手を決して離さないと誓います。だから安心してください、姫。分かった。わ、姫、今頬に嬉しすぎてキスしちゃった。おつーちゃんが手を離さないって言ってくれたら、なんとなく胸の中にあった不安が全部消えちゃったの。ありがとう、おつーちゃん。やっぱりおつーちゃんは私の素敵な王子様だね。あれ、固まっちゃってどうしたの？キス、姫のキス。